HBP の入学試験についてはで、ウェブページの方の入試情報のところに、えー、っとなっています。4月下旬に募集要項が公開されて、で入学願書受付が7月1日から7月16日ということになっています。ただ、えーっと、英語でプロポーザルとか書かないといけないので、 えとちょっと頑張って文章を準備しなくちゃいけないので、えー、と募集要項を公開されたら文章を書くのを、えー、とちょっとあの時間かけて作ってもらったらいいかなっていうふうに思います。で2人とも多分僕の、えー、とメールアドレス分かると思うのでもし分からなかったら直接メールもらったらあの、えー、と密かに指導することもできます。 で研究指導教員っていうのはう今すでにいるので大丈夫で,で受験者心得っていうので8月19日と8月20日に、えー、と試験があるっていうことになります2月期入試も、えー、とあるんですけども2日間に分かれてるんですけども1日目の午前中はありますで1日目の午後はいわゆるインタビューで、えー、と個別面接っていうことになります あと2日目が集団面接グループディスカッションっていうようなことに、えー、となっています。この3つで、えー、と100点、100点、100点におそらくしていたと思いますけどもなってます。それでこの入試のホームページのところに、えー、と入試問題を見ることができます。でほ、この傾向はおそらくほとんど変わらないんですけども筆記試験はえっ、ー、と 問題はいつも一ほぼ一行です。Describe your scientific view on solution of food crisis.、まあ、食料問題を科学的にどう解決するかみたいなことを、えっと、書きなさいとか、あとここ、Define cell your,、えっと、in biological term based on your definition describe what is essential create artificial cell. 人工細胞を作るにはどうやったらいいかみたいなようなことっていうことになってます。そうするとまあ,あの普通の勉強で対応するのではなくてなんとなく文章をしっかり書けるここですねデスクライブ・ザ・インポーターンス・オブ・カーボン・イン・ライフ・アンド・イッツ・サイクル・オン・アースって炭素の問題をどういうふうに考えるかっていうようなことなんで。 まあ比較的、えー、と時事問題的な、えー、と広い一般的なことを頑張って文章で書いてもらおうっていうようなことになります。だから英語の文章を、まあ、書く能力をある程度こういう過去問を参考に作ってもらったら筆記試験っていうのはクリアできるっていうふうに思います。で、もう一つの方の、えー、とインタビューの方は 普通にインタビューなんで、えー、とあなたはどうして HBP を死亡しましたかとか、まあ、卒業後どうしますかっていうようなことが、まあえー、と聞かれることになります。ただ、この面接は実は1人30分、めっちゃ長いですあの。普通のフロンティア10分で終わるんですけど、そうすると、例えば今、卒業研究どんなことやってますかっていうことをしっかり説明できないといけなかったり、将来についても、 もちろん今急に将来のことを決めてるわけじゃないんだけども、まあ、5年後10年後の自分としてやはりき国内の企業で製薬会社の研究で働きたいとか海外でポストドクやっている研究室で自分で,で将来はまあ大学の教員になりたいとか、まあ、自分でベンチャー企業を立ち上げたいとか、まあ、あのいろんなことを言ってもらったらいいと思うんですけどまだ考えてませんとかって面接言われてもなかなか困るんで。 まあ、しっかり考えて臨んでいただけたらっていうふうに思います。で、筆記試験、短い問題の筆記試験があって、その次、長い面接の時間があって、で2日目に、えっと、グループディスカッションがあります。で、グループディスカッションの問題はこんな感じです。Is it necessary to use artificial intelligence and or robot for research, patient diagnosis and treatment? 人工知能とかロボットっていうのを研究とか、まあ、診療とか、えっと、あの処置とかにどういうふうに取り入れていったらいいかっていう自分の考えを述べなさい,い自分のかかっていうテーマでグループセッションテストっていうのでこれは受験生4人ぐらいいたら AI 使った方がいいんちゃいますかっていう人と AI 使わんへん方がいいんちゃいますかっていう2対2に分かれてそれでディスカッションしてもらうっていうことになります。これ日本語で、OK、になったよねで最初はねこれを英語でディスカッションしてもらおうっていうこだな日本人めっちゃ不利やっていうことになってえっと受験で選べます。グループでセッション 面接も、えっと、面接とグループディスカッションは日本語希望か英語希望かを選べるので、えっと、面接の日本語を希望してしっかり日本語でしゃべってもらう、えー、グループディスカッションも日本語の方で希望して、えっと、しっかり日本語で考えをしゃべってもらうっていうことを見ようということになりました。あの、英語得意やったら英語でも大丈夫ですよ。で、こういうふうな感じになって、 で例えばもう一個別の都市だと、Is it necessary to collect and analyze for all genome information from 要するに個人からゲノム情報を得てそれをこう、えっと、活用していくことっていうのは必要かどうかっていうようなことでこれもある意味ではイエスある意味ではノーっていう立場があるんでそれについて議論してもらおうっていうことになります。 でもう一つの次の年の問題が、4 infectious diseases that human kind preventing the spread should spread over the economic activity。<music> 経済活動を止めてまでウイルス感染を止めるか。<music> それともそんなことしたら経済が困るからちょっとぐらい感染しても経済優先やんっていう GoTo キャンペーンをやるかやらへんかみたいな感じのことでこれとかめっちゃあの、まあ、最近のやつにのっとってると思いますけどもイエスの立場ドーの立場ってあるんですけども見てるのは論理的に喋ってるかっていうことですちゃんときちんとしたこういう考えでこういう考えに行き着くっていうところを見ているっていうことに。 なっているってていいいるううふうに思いますで初期の1期生2期生は本当に入試が英語でグループディスカッションが英語で大変やったから新妻君とか2期生の時に彼はあの夏休みに海に行くか山に行くかっていうことを練習材料としてあの学生で集まってグループディスカッション英語の練習してたとしてたっていう話を聞いたことありますけど皆さんの場合も日本語で喋れるので普通にあの 考えててもらってたらっった全くく問題ななクリアできるんじゃいいかっていう,ふうに思っています。で、まあ過去問、ウェブページに、えー、っと出ているのであ、ここにも少し違う問題があの日本語訳も含めて、えー、っと出してあるんですけども、えー、っとライティングで、ライティングエキザミネーションも英語で書かないとしょうがないんですけども、人類に遺伝子組み換え技術を使用する必要がありますか、ないですかっていうので、イエス。 ノーっていうことで,で例えば診断にこれだって人工知能やロボットでから個人のゲノム情報みたいな感じになっていくっていう感じになってますでもう一回ウェブサイトの方に移って8月今の、まあ、月7万円給付金出してるっていうことになって1学年の定員が8人になっていますで、えっと、8月期入試で4名、えっと、2月期入試で4名取るっていう 方向にしてて一応考えているのは8月期入試は日本人が受けるだろうから、えー、と日本人を、えー、とメインに 2> で。2月期入試の方は、まあ、いわゆる外国の方で4月10月期入試も入学も可能だし、えー、と海外の方でも入試を実施するので外国人ほぼ無形になってて <laughs>、まあ、日本人4人、外国人4人程度の、えー、と構成にすると学年的にも。 えっと、ちょうどいいんじゃないかなっていうようなことを考えて入試にやっています。で、あの、今までも入試の場合です今日も2人なんですけども、あと2人登録してる人がいたんですけども、あんまり多くないです、入試の受ける人は。それで、あんまり多くないんですけども、えー、っと、 今の1年生ですね、木下翔太君は多分同じラボだと思いますけど、えー、と三上1年生、三上夏樹さん、医療科学杉山県ですね。竹富君は、えー、と鶴田生命,生命環境の方なんですけども、日本人3名と、あと外国人、えー、と5名みたいな構成になってますで。2年生の方は飯島さんも渋谷県ですね、ハンビン君も渋谷県だと思いますけど、 えっとハングさんスナンダさんえー、っとえー、っとナタリアさんにヤオ君みたいな形になって日本人一人この学年でからえー、っと3年生はえー、っと後藤さん藤野君脇本君と,、えー、っとサムエルも渋谷県ですけどもチャンドラー高橋県ですねで4年生は えと石塚さん、金井さん、村田君、タナシス、トラムみたいな形で、日本人と、まあ、外国人がいるっていう。で、ちょっと一時期、えーとですね、給付金の、えー、とことがあったので、定員設定が、えー、とちょっとあのずれてたので、1学年少ないときがあったんですけども、えー、と昨年度、今の二年生、えー、と今の一年生からか、今の1年生から明確に8人という基準が。 っと今の2年生からできたんだ今の2年生からできたんですけどちょっとあの途中で、えー、とあの辞めた人とか辞退した人がいたんであのしっかり8人なんで、えー、と8月期8人、えー、と2月期4人取るっていうところは、えー、とあんまり変わらないと思いますし、えー、とおそらく2人の医療科学医と生物学医の人たちが勉強してきてることだったら特に えと入学試験まああのー、えっ、ー、と大変なんっていうのは大変やっていうのはよく言うパターンであると思うんですけどもまああの HBP っていうのは学生を成長させるプログラムっていうのは僕らもやってて分かってるし分かってる、えー、と,ところなので。 えっと、ぜひ挑戦してほしいなっていうふうに思います。